チャイナという時期欧米文化圏では中国文明を代表するものとして認識されている中国の皇帝で順を描いた絵図、鶴梅松という西王朝の時の水墨画北京古旧博物館所属部即展中国史上初で唯一の女性皇帝中国文明は中国大陸における文明文化などの総称である中華文明あるいは中華文化とも 世界最古の文明の一つであり、東アジアにおける中心文化でもある。歴史的には、同文化圏内で広大な地域や人口を保有し、各地の文化は4000年もの発展を経て、共通性を持ちながらも鮮明な地方特色を帯びているという中国独自な特徴になった。そして、中国大陸だけでは限らず、台湾、香港、マカオシンガポール等の中華圏や日本、 韓国、ベトナム、モンゴル等の漢字文化圏の国々にもかなり重要な影響を与えた。中国の歴史文明の方がも参照古代中国文明は、黄河文明、朝江文明、両画文明の3つの文明に対別される。20世紀中期の定説では、黄河文明が古代中国文明の中心地とみなされていた。すなわち、まず、黄河流域で泡を主作物とする。 農業文明が起こり、これが自然及び地理的な要素の影響を受け、次第に水島を主作物とする長江流域へと移行、発展していった。したがって、長江文明は黄河文明を継承したものと思われていた。また、北方草原遊牧民族と黄河流域の農業民族は土地をめぐり絶え間なく、争い続け、この過程で遊牧文明と農業文明が、 直接的な交流、融合を得続けた。しかしながら、1986年のサムスン体遺跡の発見以降、そのような長江文明は高河文明の継承と発展の結果であるという見方には疑問が持たれ始めている。さらに、21世紀の中華文明、元無限プロジェクトによれば、中国文明の起源は高河流域だけではなく、もっと他に、 多くの文明が関わっているとされる。近年は、始祖の民族の一つである、花夏族の観点から、花夏文明としても研究されている。旧流の壁、中華皇帝の権力を象徴するシンボル、中国文明は、大まか次の地域に分けられる。主体民族である、漢民族に加えて、チベット民族、モンゴル民族、ウイグル、満州民族、 朝鮮民族などの民族が、それぞれの特色を持つ、地域文化を作り上げている。中原、河北及び、先生の甲賀流域支線、重慶一体の長江上流湖南、湖北及び、厚生一体の長江中流暗期、石膏、チャンス一体の長江下流東北地域内、蒙古地域新京地域チベット、大海及び、支線西部のチベット地域河南及び南加藤を残し、 文化地域中国の赤丁鎮中国の書道。日本の書道に絶大な影響を与えた詳細は中国語を参照文字漢字によって漢字文化圏を形成した。落山大仏という世界最大の仏像。山の全体を使って作られたものという畜間に彫刻した孫子の標本、中国哲学よび中国の宗教も参照中国神話としては万古、除花。 参考語体などがある。宇宙観、天文学としては、音量思想と五行思想、液響の発見、中国歴、二十八宿、転換自死などがある。思想、学問には、諸子百家がある。このうち後世に注釈を経て発展したものとして、趣旨学、陽明学、工場学がある。中国では、道教、儒教、仏教を三教とする。道教には、神仙思想、 民族宗教も含まれる。源流として、それへ信仰がある。中国の科学技術史及び、古代中国の四大発明も参照。ジョゼフ・ニーガムは、中国文明における、造史術、印刷術、羅針盤、火薬の発明を四大発明とした。数学の分野では、周期三系、旧小三術、祖中史、ソロ版を参照。農学では、術、天候怪物、 無形質談。医学は、伝統中国医学を参照。本蔵項目、皇帝内教も参照。漢民族の漢服を着ている民の皇帝満州族の満州服を着ている真の皇帝。中国法政史及び中華人民共和国の政治も参照世界観としては、中国文明を世界の中心イコール中華、中国都市、周辺地域を辺境とする中華思想がある。 海秩序とも呼ばれる。無釈の中国式庭園、紫金城もその庭園の作り方を取り受けたという、南京の中国式庭園、漢文学、中国文学、及び漢石を参照。擬曲も参照ジャイアントパンダ神話上の動物には、竜、鳳凰、麒麟、須作、玄武、白虎がある。服飾は、夏朝から、明朝、現代まで復興できたの漢服や、 新朝の反発液服から中華民国にかけてのチャイナドレスがある。ハイボーという中国式の鳥居、門のような建物彫刻は八大名窟、頓工石窟、千仏堂など、古装という中国の楽器、日本のことの原型に考えている中国の玉壁、中国美術を参照工芸には、青銅器、漆器、陶器、磁器、玉器、近器、銀器、灯籠、灯 屏部、長室がある。書道及び、中国の書道史を、参照文子は、近畿書がと称して、こと、将棋、書道、絵画の四芸をたしなむとされた。楽器には、古装、古古と、美和、道将、公共、九語、二個、ヤンチン、変唱、唱、章などがある。木には、シャンチー、囲語、五目並べなどがある。書道には、商店、会所、行書霊書 草書などがある。絵画には山水画、課長画、人物画などがある。娯楽には麻雀、雑技などがある。少林寺の伊佐をありがとうございます。